さあ、続いては北陸新幹線で片町へ行こうのコーナーです。お迎えしたのは片町商店街振興組合の堀田博文さん、そして石田正弘さんです。よろしくお願いします。さあ、堀田さんとは1ヶ月ぶりになりますね。なんか6月もあっという間で暑い日が続いておりますが、いろんなことありましたね。あら、そうですか。どんな1ヶ月だったんですか。サッカーが負けたりとか。サッカーで暑い1週間でしたね。そして片町も暑いんですよ。今日はですね、片町の魅力、まあ、前回は片町ってどこにあるのということで場所の紹介をしたんですが、今日は片町ってどんなところなのと、こちらを、はい、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、まあ、片町というと、まあ、夜の、ね、飲み屋さんがあって、はい、うん、というイメージをお持ちの方も多いと思うんですけども、うん、まあ、片町、そもそもの始まり、はい、ですね。ですね。すごくの歴史が皆さんあるんですよ。はい、ですね、ここ結構最近、分かったことなんですけど、片町商店街というのは、はい、日本で一番古い、商店街ということで、1894年、はい、今日確認してきました。1894年に、片町、商店街の組織として、成り立ったのが120年前ということで、うん、まあ、商店がこう集まってるとこはいろいろあったと思うんですけど、組合という組織として発足したのは、はい、片町が日本で初めてっていう歴史があります。うん、そうだ、片町の強い絆がありまして、はい、昼の片町、夜の片町とそれぞれ、ね、堀田さん魅力があるんですよね。そうですね、昼間は最新のトレンドのファッション、はい、だったり、うん、まあ、ランチできるカフェとかあったり、はい、あと、まあ、伝統工芸、うん、のお店だったり、はい、まあ、いろんなジャンルのお店が集まってます。で、あと、そうですね、娯楽施設、うん、カラオケやら、はい、パチンコやら、うん、いろいろありますね。で、夜は今度はガラッと変わって、はい、まあ、ご飯食べる居酒屋とかバーとか、うん、あとラウンジとか、はい、そういうお店が夜は1000軒を超えるお店が集まって、うん、まあ、昼も夜も人が絶えない、街かなと思います。うん、はい、石田さんから見ていかがでしょう。片町の魅力というとどんなところですか。そうですね、うん、魅力、そうですね、まあ、今昼の顔、夜の顔、そうですね、はい、がありまして、そうですね、やっぱりね、いろんなやっぱ美味しいものが食べられるっていうのが一番の魅力ですかね。多分、はい、いろんな地方行っても、はい、その昼と夜がこう、かこう、なんていうかな、重なってるような街っていうのは多分すごい少ないと思うん で、ね、ちょっと変わった感じはすると思います。はい、さあ、そんな昼夜両方楽しめるお店なんですが、まあ、どうでしょう、最近だと、まあ、北陸新幹線が間もなくということで、まあ、それを見据えて金沢に出張で来られている方なども多いと思うんですが、はいはいはい、ね、そうですね、あと、うん、まあ、ホテルとか、宿泊施設も駅前にもありますけど、片町周辺も多いんで、うん、はい、まあ、観光とかビジネス含めて、うん、街中に泊まるメリットもありますので、はい、そういう方もかなり増えてますね。あと海外の方も、夕方ぐらいになってくるといろんな言葉が飛び交って、いろんな方が観光にも来てます。はい、まさに金沢の中心地で、そうですね、ね、はい、いますから、はい、とその金沢の観光施設なども、あ、そうですね、片町から近くにね、はい、皆さんいろいろとあるんですよ、うん、そうですね、うん、ね、何ある、西茶屋街とか、西茶屋街あります、ね、まあ、21世紀美術館、はい、あと、武家屋敷、兼六園もありますね、うん、あと、まあ、近江茶も近いですし、うん、あと 何あるかな、室生再生記念館、室生再生記念館、うん、うん、まあ、西岸がこう流れてるのもありますし、うん、はい、あと、まあ、それにまつわる、うん、お店だったりとか、うんうん、まあ、駅からも前回言いましたけど、結構10分ぐらいで近いので、はい、まあ、
駅にいるよりはこの片町周辺でを拠点にして、観光も行きながらショッピングもしながら、はい、で夜は片町で飲んで、でそのまま寝るっていうのが一番コストパフォーマンスが高いんじゃないかなと。片町を中心にということですよね。有名なところでいうと兼六園まではだいたいその片町から歩いてどれくらいですか？はい、5分ぐらい。5分ではつかないと思います。早歩きで5分ぐらい。スピードにもよりますからね。はい、5分から10分ぐらい、はい、のんびり歩いたら15分ぐらいかもしれませんね。はいはいはい、まあ、兼六園行くまでの道も、まあ、並木道があったりですとか、あの春になると桜の並木道が兼六園までずっと続いている通りもありますので、はいはいはい、そこゆっくりね歩くのもいいんですよ ね、 そうですね、私大好きです、そうですね、あの桜はすごい綺麗ですね、でまた夏になると新緑が綺麗で、秋には紅葉も楽しめて、はいはい、で冬はですよ、イルミネーションがありますね、また綺麗ですよ ね、はい、ね、ずっとあの高林坊から、まあ、片町にかけて、広坂もちょっとありますし、広坂のファイブタウンの、ね、はい、そうですね、はい、光のイルミネーションに包まれるというのも、ね、はい、これもまた綺麗なんで、まあ、四季を通して、ね、はい、いろいろ楽しめるのも魅力ですよね。あのこれからの季節、まあ、夏に向けて、うんうん、片町での観光楽しみ方、何かおすすめはありますか？夏、うん、何ありますか？まあ、あのショッピング、はい、もうすぐ今日からか明日からバーゲン、もうそんな季節ですね、中心商店街では始まってますので、明日からはかなり人を車も混むと思いますし、まあ夏になるとこの後あのビアガーデンの紹介もあると思いますけど、ビアガーデンも何個かビルの屋上でありますし、あと花火も来月末にあるんで、花火って片町で飲むとか、でね、デート、あの夏休みが入るんでデートしたりとか、そういうので楽しめると思います。その犀川というあの川がもう片町の何て言えばいいんですかね、横と言いますか、お隣と言いますか、そうです、横、はい、真横ですね、うん、金沢を代表する、はい、犀川大橋にかかってるところに犀川流れてますね、うん、その犀川のもう少し離れた河川敷で夏に花火大会が花火大会、うん、はい、あるんです。なので花火を見て、はい、結構皆さんね浴衣姿で歩いて、そうそうそう、片町からバーって歩いてって、で帰りもあっちから片町のゾロゾロゾロと浴衣のまま来て、そのまま、ね、浴衣の人でいっぱいになりますね。そう、なんか夏の風物詩みたいな感じで楽しいですよね、はいはい、わあ、なんかもうそんな季節なんですね。そうですね、もうすぐですね。ねえ、なんか春が来て、はい、新緑の眩しい季節ですね、はい、など言ってたんですけども、はい、もう夏がやってくると思うと、はい、ちょっとワクワクしますね。久田さん、今年はどんな夏にしたいですか？今年はどんな夏にしたいですか？そうですね、まあ、まあ、あの健康に過ごせる健康第一で、なんか石田さん音楽もされるって聞いたんですけど、それバンドかなんかされてるんですか？バンドしたいですね、したいなと思うんですけど、ギターをやるそうで、はい、誰もやる人もいないんですよね、はい、どんな音楽されるんですか？私ビートルズ好きですね。ビートルズを、そうですね、そのうちバンドしたいですね。もしかしたらここでまた披露することがあるかも。ぜひまたそのうち、はい、そうですね。堀田さんはどうですか、はい、今年はどんな片町の夏にしていきましょうか。今年はですね、夏、うーん、まあ、あの毎年夏になるとビアガーデン行ってとかそういうのをずっとやってたんですけど、まあ、あのその回数が最近年々、ね、減ってきてるんで、あのぜひまたあの友達誘って、夜の街に、夏いい、ね、繰り出したいなと思います。ビアガーデンというのは片町いくつぐらい出るんですかね？片町はビルの屋上ですと3つ2つか3つ、いくつか、そうです ね、 ですね、まあ、あの屋上じゃない、ね、ホテルの中であったりもするんで、はい、もっとあるかもしれないですけど、はい、片町だといいですよね、ビアガーデンで飲んでその後2次会3次会に、そうです ね、 ね、はい、バーに行ったりラウンジに行ったりっていう楽しみも、はい、いろんなお店ありますからね、はい、楽しいと思います、なんかちょっと最近片町あまりご無沙汰だわという方も、ちょっとこの夏の雰囲気と、はい、ね、はい、ビアガーデンのワクワク感でぜひ来ていただきたいと思います、はい、さあということで今回の北陸新幹線
片町へ行こうのコーナー、はい、まあ、片町ってこんなところですよっていう魅力伝わりましたでしょうか。昼の顔、夜の顔と、ね、はいはい、拠点は片町です、うん、です、はい、皆さんに楽しんでいただきたいと思います、はい、ということでこの時間堀田さん、そして石田さんお迎えしました。石田さんまた後ほど、はい、インフォメーションのコーナーでもご登場いただきますので、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。